さん、はい、ジェイコムからお届け。届け札幌ジンズ館。みなさん、こんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております、札幌ジンズ館ドットティ私、案内人の福津京子です。そして、今日のゲストは、トトモの長谷川秀行さんです。長谷川秀行です。はい、よろしくお願いします。お願いします。 市内のイベント、いろんなところに行くと、よくお会いする方なんですよ、瀬川さん。いつ来るかな、いつ来るかな、やっと来てください、ありがとうございます。と、ともっていうのは、これはどういう意味なんだ、会社の名前ですか。まあ、そうです、自分が、5年前からフリーランスでお仕事してるんですけど、まあ、その時に。なんとなく、こう降ってくるようにつけた名前で。まあ、誰かと一緒に働く、まあ、とに働くとか。ととも。はい。とか、友達のように。 働くとかだ<ー>とともにと友達のようにっていう、うん、誰かと一緒に友達みたいに働いてると、うん、まあ必要以上のパワーって出てくるよなと思ってまあそういう名前をつけて活動を開始したって感じですね、うん、はい、はい、そうなんですそんなやこをつけてじゃあ具体的にどんなお仕事をしているのというあたりも含めてね今日も三つのキーワードで伺っていきたいと思います、はいはい、今日はこちらになりますじゃ,ーんじゃん目に水や栄養を与えて育てる仕事 <laughs> なるほど。とにかく毎日忙しかった。はい、抜擢という言葉が好き。はい、今日この三つのキーワードで伺ってまいります。はい、どうぞよろしくお願いします。ますはい、じゃ、あ一つ目は、まあ、あの、はい、名刺代わりにですね。具体的に長谷川さんがどんなこと仕事してるの。はい、いっぱいやってるんですよ。はい、とにかくね。はい、例えば、どんなところでやってますか。うーんと。うん。かし。 そうですね、うんあの。パラレルワーカーって最近言葉は、ねはい、いろいろ使われるようになったと思うんですけど、はいまあ、まさに僕パラレルワークをやっていて、はい、えと飲食店を、はいまあ、展開している会社のお仕事、はい、でゲストハウスを、はいまあ、日本や世界に展開している会社のお仕事、うん、それとあの。 日本語学校をはじめとした、はい、まあ語学学校英会話スクールやアジア語スクールなどの語学学校や、はい、まあそこをコワーキングとして利用する働き手の人たちが使うような国際交流ラウンジっていうものを運営する会社のお仕事と全国のブライダル会場の、はいうん、集客とか営業のサポートをするようなブライダルコンサルタントとしてのお仕事っていうのを。うんはい まあ四つの会社に所属してやってます。そのほにもいろいろやってるんですけど、まあ主にいろいろ主だったところで言ってもこの四つあるっていうことなんです。それのどこもね本当に成功してるし話題になってるしいろいろイベントを組るおかげさまで。はいすごいなと思うんですよ。そういうところのなんだろコンサル相談相手どうどういう風に説明したらいいですか。そうですよね。うんとまあ外から口を出したりなんか助言するだけじゃなくて、まあまさに僕のや号である。 共にやるってところが大事にしているので、うんはい、まあその会社の社員さんと同様に役割をいただいて、うんはい、とある会社では人事部長という役割をいただいていますし人事もやるんですね、はいはい でとある会社では<ー>まあそれとあの並行して<ー>クリエイティブ部門の責任者をしていたりとか何ですか,、ま、なんかチラシを作るとか<ー>ウェブサイトを作るとかす、ね、必ず、ね、そうですイベントやったり会社に集客をしていこうと思うと必要になってくるものを作るにあたっては。 僕のこれまでの経験の中で広告の仕事をしてたこともあるのでそれを生かしてお仕事させてもらってるっていうのはなかなか分かる人は分かんないかもねにかんないかね分かんないかないそういうものがうちの会社の企業イメージに合うかとかねやっぱり誰か相談相手がいると心強いでしょうねそううでしょね例えばゲストハウスやるって言ったら行政の手続きとかお金のこととか内装とかごめんなさい素人的に思い浮かぶので言ったらですよ そういうところをちょっと「いや困ってんです」って長谷川さんが「どれどれこういう時にはこういうのが必要だよ」そんなイメージであってますすそうですねあの自分の名刺にもそのつなぐ埋めるって言葉を書いてるんですけどまあ中小企業だったりってこう社長さんがとても優秀でこれまでこう事業を伸ばしてこられてで新しいことをやりたいとかっていう時に。 まあ、そこの適任者がいないっていうことがよくあると思うんですけど新しい何かをやろうと思った時に僕ができればそこの担当者をまずやるっていう感じであまず立ち上げ添いにい、はい、そうですね。深く関わることがあるので、まあ、ゲストハウスの「テントテン」っいうゲストハウスを市内で運営してる会社がありましてそこでは今人事部長的な立ち位置でお仕事してるんですけど社長があのマルシェをやりたい。うん 毎月「テント・テン、はい・サンデー・マーケット」っていう名前でマルシェをやってるんですけど、はい、そこにはマルシェのノウハウを持ってる人はいないので、はい、じゃあ長谷川さんお願いしますってなってなるほどで僕がんかマルシェのノウハウを持ってそうな人を探したり、うんまあ、僕自身が担当者として出店者さんを集めたり当日の運営方法を決めたりとかっていうことをやり、うん、でやりきったら、まあ、できることであればそのお店の。 スタッフに引き継いでもらうっていうような格好をとってはいるんですけど。 例えばそんな感じでもう一つあのんだっけ外国人がたくさん来るカフェみたいなところもあるじゃないですかあそこもちょっと面白いスペースですねそうですね国際交流ラウンジで「ザ・ワールド・ラウンジ・コ・アンド・コー」という名前で札幌と京都におしゃれなんです街中ど真ん中にねそうですね札幌拠点なんですけど京都に2号店を作ってでシンガポールに3号店を 先,先月8月ににオーープンンしたんんんでででですすすすすけどそそううななかシンガポルごいですね世界中の人たちが日本にやってきて、はい、で世界中の人たちとつながりたい日本人がそこに集まると、うんまあ、そこに一つのコミュニティができるので、うんまあ、コミュニティで世界を変えていくっていう取り組みをしてる会社なんですけれどもあ<ー>、まあ、そこは、まあ、空間の活用をよりよくしていこうということで。うんはい あのイベントを組んだり面白そうな人を呼んでお話をしていただいたりとかうん、うん、っていうことは僕の役割でやっていて、うんまあ、当日の運営も僕が仕切ってやってます。はい、はいはい そうなんですなので、はい、本当にこう札幌で面白そうなイベントに行くと、はい、そこの仕掛け人側に黒子側に長谷川さんがいらっしゃることが本当に多くてねじゃあ札幌でそんな風にパラレルワークをしている長谷川さんってもともとどういうお仕事をしてきた人なのというあたりを二つ目のキーワードで伺っていきたいと思います二つ目こちらになりますじゃん,じゃんとにかく毎日忙しかった <laughs> はい、はい、ということでここの話に行く前にねじゃあ長谷川さんってもともとね どんなキャラの子だったの<ー>みたいな部分で言うとど,どうですか、はあ、小さい頃から、うん、あまりこう人と交わることも好きじゃないし、うん、なんか割と運動も勉強もちょっと頑張ればいい点数取れるみたいな、うんうん、器用にこなせる、ね、まあ容量のいい子だった、うんうん 周りの同級生たちがとてもこうガキ臭く見えたりとかやらなそうすっと離れてまあまあまあみたいな感じの子だったんですけどあんまり容量の良くない子を見てうんみたいな感じでそういう子でしたね。ただ運動ももそそそそここここできて勉強 できてはい、高校時代ハンドボール部で得点王だったらそうですね,ですね、はい、熱中するものがあれば、はい、それに対してはなんか結果が出せるみたいなそういう自信は持ちながら、ね、社会人になってけどまあ、うん、そういう子だからこそなんかあんまりこう働くとか、うん、進学するとかっていうことに興味がなくて、うん、なんかフリーターで生きていくっていうことを選んで。うん ダラダラしてました、うん、今、はい今42歳ですね、はいはい、あっちもとでもそういう年頃の世代ですね、うんうん、別に就職しないでお、うん、はフリーランスで生きていくわみたいなそうですねアル、うん、バイトしてればそんなに困らず生きていけるだろうみたいな感じで生きてたんですけどまあうんあのその時お付き合いしてた、はいはい 女の子がそうそうそう見かねてここで働けばって感じでアルバイト情報誌を僕に出してきてそれがユニクロの近所にできる新しいユニクロのアルバイトのオープニングアルバイトの募集だったんですけど今はもういっぱいユニクロあるけど当時はまだまだ全然ユニクロ知られてないぐらい店舗数も少なくてそうなんですよねそうなんです ま人手も必要で僕もなんかすごく適当な履歴書を持ってややる気ない状態で行ったんですけど本当に言われてきましたそう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 本当に不愛想な子だったんであの面接でも不愛想を出してたんですけどま人手が必要だったんでしょうねあの採用になります見事採用となりますはいはいはいそうですねでするとまぼ 当時僕はユニクロにアルバイトの面接行ったけど採用してもらったけどなんか全国的に活躍してる会社だとかこれから世界を目指している会社だとか知らずに行ったんですがまあ本社が山口で北海道に出店するってことは一つのなんか新たなチャレンジ会社にとっての新たなチャレンジでそこに来てたブロック長さんとか各店の店長さんはなんかそういう新しいチャレンジに自ら手を挙げて来た。 ユニクロの中では異端児みたいな人たちが集まっていてそれとまあ僕男だし一応仕事がちょろっとできたんでしょうねそれまでのこう僕のなんか器用さみたいなのもアルバイトだからマニュアルもあるしある程度やり方さえ分かってれば誰でもできる仕事だなと思っていやいや上の人たちはちゃんとそういう人間性を見て若いけどこの子ちょっとリーダーで行かせようみたいな。やっててそこでまあ うん、店長を目指してみろっていうことでそこから,そうです、ね、あのあらいろんなチャレンジをさせていただいて、はい、まあ店長になりあ<ー>まあそこから正社員としてお仕事をさせていただいて24、うん、歳の時に札幌駅のエスタの中のユニクロのオープンの仕事をやってみろって形で与えられた。はい 感じですね。エスタのユニクロ大きかったですよね。あ、そうです。当時、今も十、今はすごい大きいんですけど、当時でも大きくて。はい。はい。早かったしね。そうですね。あ、そこ店長で来てたんですか。そうなんですよ。あ、すごいです。いくつぐらいの時。二十四の時ですね。あ、すごいですよね。忙しかったでしょ。そんな大型店。そうなんですよね。当時は、正社員は僕一人で、あの。 アルバイトの方とかパートの方とかが、うん、当時120人のスタッフの方を <laughs> そういういなるんですねだからもう面接もひっきりなしだったしあ,<ー>もうありがたいことにものすごくお客さんにも来ていただいて、うんはい、もうレジにも列はできるしあ,<ー>あのお店に商品を補充してもどんどん売れてくっていう,ような、うん、年中バーゲンみたいな売れ方でしたもんね。 うんそれまでは池袋のお店が日本で一番の売り上げだったんですけど、はい、まあそこを抜くような形で本当いやそうなんですだからそうそう僕は日本で一番売れてるユニクロの店長だったんだよっていうのが、はい、すごいじゃないですか自慢のトークですね <laughs> ねえ24歳25歳ぐらいの時にね <laughs> そうそう,うでもまあ、うん、毎日やっぱり忙しかったっていうのははい、はい ね、もうこの忙しさが半端なかったらしくてねはい、はいはい、そうですねだから僕だけが忙しいわけじゃなくお店が忙しいわけですから当時120人いたスタッフたちにはすごく長時間苦労を敷いてましたしらか肉体をなんか精神で超えるみたいな働き方をしてたんですがあ<ー>まあ僕はね、うん、あの会社からポジションを与えられて。うん それは結果を出ししたたいから世界目指て一生懸命やってましたけど、はいうん、明らかにその、まあ、女性スタッフが多かったっていうのもありますし明らかに皆さん顔に何か出てきたりとか目の下が黒くなってきたりとか疲れていそう思った時になんでこの人たちは。うんうん あ、働いてくれてるんだろうとか。どっかで気持ちが切れちゃわないかなみたいなことをふと思ったことがあり。でかつ僕その時軍曹みたいな働かせ方をみんなに強いてたので。ああ、なるほど。商品がないんだからやるしかないんだよみたいな。軍隊みたい。にねそうそうそう。だけど。でもそれじゃ持たないんじゃないかなってふと心配になって。 夜があったんですよそんな夜が急に、うん、急に訪れて、はい、まあ土曜日日曜日が忙しいお店なんですけど金曜日の夜に、うんうん、明日朝店に行ったら誰もいなかったらどうしようって<ー>、はい、すごく怖くなった夜があって、はい、じゃあみんなが来てくれるにはどうしたらいいんだろうって考えた時に、うん、あの自分自身の働き方を変えようって。 働き方というか、接し方とか。マネージャーとしての、あの振る舞い方を変えようと思って。次の日からニコニコするようになったんですね。なるほど。はい。やっぱり最初は気持ち悪いってなったんですけど。今。昨日までと違う。そう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 。だけど。あの、まあ、それが自分のもう一つの働きか、新たな働き方として、自分の中にこう。 定着させていってなんか、基本的にはこうぶっきらぼうだし。うんうん 一人でい本来のね自分のキャラ的にそういうキャラなんですけど人と働くってそういうことだよなっていうのを目覚めさせてもらったのがその時かなという感じです。自分が変わってったことで周りも少しちょっと「え最初どうしたの?」って言われながらもでもやっぱりニコニコ機嫌がいい上司っていうのは下の人嬉しいと思うんですね変わってきましたかそうですね一人一人の目標それまでは店を日本一にするぞとか。 はい、会社はこの勢いで世界に行くんだみたいなうん、うん、会社から降りかかってきた目標をみんなに与えていたっていう感じだったんですけど、うん、一人一人が何でここで働くんだっけっていうことと向き合うようにして、うんうん、でかつそれが皆さんにとって満たされてるのかっていうことを、はい、まあチェックしながら、はい、でその分 あなたたちの要望に応えるから僕もこういうことを助けてほしいんだっていうなんか、うん、形で。う コミュニケーションを取れるようになったかなとまだまだですけどね。あのすごく毎日忙しかったからこそやっぱり疑問に思ったり少しこう違う形で前に進もうっていう風にね思えたんだなっていう風に思いました。さあじゃあこれからというところも含めて三つ目のキーワードで伺ってまいります。三つ目こちらになりますじゃんん抜擢という言葉が好きはいということであの長谷川さんといえばあの北海道楽しい百人ねご応答 今はスタッフとしてね準備する応援する側のこともお仕事とまた別にですよされているんですけれどもすごくの北海道に帰ってきたばかりの僕を楽しい100人に先輩が引っ張ってくれて「ミツさん」でお話をする場を頂いて。 僕がそれをその時間を持つことでいろんな人と出会うことができたりつながることができたっていうのはありますしまあ仕事においてももうずっとおかげさまでユニクロには9年で最後は本社で社長のそばでお仕事をさせていただいていて全国飛び回ってそうですね。 じゃなくてやっぱり僕というものを抜擢してくれる人がそばにいたからっていう、うんうん、で100人いたら100人が全員が僕のことを認めてくれるとは思わないんですけどでも僕みたいな人を見つけてくれて抜擢してくれた先輩上司後押ししてくれた仲間とかがいたので。うん、しいからもっと頑張ろううすすねそうですねそで、うんうん だ、うん、からまあ人ってその抜擢されることでなんか場面だったりワクワクする気持ちを持って頑張り始めるよなっていうのは身をもって体験しているのでなんか僕も人に対してそういうことをしてあげられるあの生き方をしたいなとは思っています。 あの若い人の才能見、はい、あなたのこういうところが、いや、僕なんか、僕、いや、違う。うん、あなたのこういうところがいいんだよって見つけてあげて、はい、そこう、こう抜擢してあげたら。はいうん、その、まあ、会社の人も、あと、本人も、みんなハッピーだし。はい、ね、もっと力が出せるかもしれない。そうですね、そういうのを見ていくのって、楽しいことですよね。うん、いや、本当に、そう思います。うん、あの、僕自身は何、何、が得意ってわけじゃないんですけど、ね、こう。 と見つけて、うん、その人に場所とか場面は機会を与えて、はい、キラキラしていくのは、うん、すごく興奮するはいそんな感じはしますね、うん、そうなんですって、はい、なんかこの抜擢という言葉が好きっていうのは、うん、そこからなんかまた一つ目に話が戻ったなっていうふうに思うんですそこで今のお仕事につながるんだなってねいうふうに思いましたじゃあますますあれですね本当に若い人たち 若い人たちだけじゃないかもしれない私,た、はい、私世代もかもしれないですけど<ー> <laughs> これからこう自分のスキルを生かしてどうしていこうっていう人たちの話を聞いてうまくマッチングさせていくっていう立場の人って本当にいろいろお話聞いてあの長谷川さんに僕の今アイディアも聞いてほしいとか、はい、今こんな事業でこういうところが足りなくて困ってるんですっていうふうに長谷川さんに相談したい場合はどうするととい,いですか、はい、ホーームペジトトモでは何もあの情報源持ってなくて<え>もう個人の名前だけで動いているので。 あのぜひフェイスブックで名前で検索してもらえると、はいじゃあこの辺の名前で、あそうですね。はいフェイスブックで検索してみてください。はいはいということで今日のゲストはトトモの長谷川秀幸さんでしたありがとうございました。さよなら。さよなら。